して、その直後に東京ブランドのロゴも。ロゴキャッチコピーを選定いたしました。エンド東京。しかし、発表してわずか数時間で独自したロゴが見つかった。一生懸命探されたかもしれないけど、傲慢とあります、こういうの。記号です。1億3000万円。今年は立て続けに爆利疑惑が持ち上がった。では昔の爆利疑惑はどんなことがあった。私の素材にこだわる。私本来のものにとことんこだわる。権利争いは国をまたいで裁判になることも。